ジソンジプレゼンツリセレレリッスン。皆さんこんばんは、リゼヘレアスタです。皆さんこんにちは、鈴原レルです。この番組は毎週日曜の20時から30分まで、つまり時間としては20、30に私たちの楽しげなトークをリッスンしてもらう番組です。はい、15回目来たね。そしてね、さっきちょっと喋ってたんだけど、夏だしね。あ、その話するんだ。逃げられなくなってくる。はい、そう、ここで逃げられないようにしとこうと思って。夏っていうことでね、なんかホラーじゃない？まあ、やっぱ。そう、まあそれは確かに夏といえばホラーよ。なんかね、そうでしょ？百物語の配信が去年とかあったりとか ね、いろいろ。あとリゼ様もね、あの院長さんとコラボとかは。してたじゃない。見てくれてありがとう。うん、よかった。ニヤ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 しながら。じゃあ今年の夏のノルマホラーは終わったかな。ね、なんかさ、一緒にね、ホラーやりたいじゃん。結構本気で誘ってきてるんですよ、ルルちゃん。ガチだからね、これ。いや、でもそうね。逆にこうやって平気でなんか進め、いざ詰まった時に進めてくれる人がいる時じゃないと、まあ、やらないというかクリアできないまであるから、そういうのもまあありかもしれない、でもプレイはできれば やらせたいんだよね。なんかそのルーちゃん、コントローラーを持ってやってほしい。なんか1びっくり交代とかにしようよ。1びっくり交代だったら私びっくりクリアあんまりしないもん。終わっちゃう。大きい音が鳴んなければ。あ、音で反射しちゃう以外、音がね、そう、うん、私苦手で。ちょっと待って、あ、びっくり、何、え、あ、ちょっとやめてくださいよ、今本当に今機材蹴っちゃったかと思って。私も見た、今の私左手で台本飛ばして右手でキャッチしたよ。ちょっと飛んでたね、今空に。え、あ、そういう感じ。ないそう、なんかね、さっきね、ちゃんこさんと話してたんだけど。何、打ち合わせ済み？全然。ラジオって、はい、ラジオ現場とかこういうところって、はい、やっぱ心霊エピソードすごいあるらしいんだよね。え、それは、そういう番組があるわけじゃなくて、なんか本当に、え、リアルの現場にということ？ミキサー宅に取り付いてる。いや、もう赤字なのか怖く見えてくる、ちょっと待って。なんかこう誰もいないのにみたいなあるんじゃないかな。おじいちゃんの霊が付いてきて、違う、スタッフさんがゆっくり歩いてきただけ。あ、そうだったの。あ、タイミングが絶妙すぎて、すごい一瞬妙な空気に。そーっとね。じゃあこれ私たちにしか見えないってこと？そのまま行くの？字幕。でもすごい優しそうな。いやいや。っていうか、あのマスクでウイルス対策バッチリなの、なんでやねん。例の割に。どうなんだろうね、そこら辺ちゃんと対策してるのかもしれないね。じゃあ、まあ、あのゴーストワールドにもね、あの今ウイルスが蔓延してるかもしれないということでね。はい、と、はい、いうことで早速始めていきましょう。二次三次プレゼンツリゼルルリッスン、今夜も最後まで聞いてね。ニジサンジプレゼンツリゼルルリッスン。改めましてリゼヘルエスタです。鈴原ルルです。ちょっとまだね、さっきの衝撃が抜けきってないですけど、まずあの呼吸を整えて整えてもらって。いや、だってね、入ってき方が本当に頭が動いてない歩き方だったんだって、マジで。いや、上手に、なんかすごい手までね、なんか幽霊ポーズっていうのかな、このなんだろう、プラ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 みたいな、裏メシアみたいなポーズをして。偶然ですか、偶然のタイミングですか、わざとですか。本当にどっちか分かんなくて、タイミングで狙ってきたのかもしれないけど、バッチリすぎて、普通に番組のプロデューサーさんということでね、失礼ですということで。ね、いつもお世話になっております。これからもよろしくお願いします。お願いします。ということでね、気を取り直して、ここからはリスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきたいと思います。はい、では1通目私が読みたいと思います。うん、ラジオネームすずめさんからいただきました。はい、リゼ様、デルちゃん、こんぬれエスタ、これでエスタ、毎週のラジオ楽しく聞いています。うんうん、さて、
時世もあり、この夏はやはり家から出づらい日々の予感がしますね。そこで思い切って、私は自室のエアコン、 PC チェア、枕など普段使うものを一気に買い替えました。財布へのダメージは計り知れませんが、この夏は快適に引きこもれそうです。お二人は何か普段使いしているこだわりの道具はありますか？こだわりポイントも含めてぜひ教えてほしいです。なるほど、うん、普段使いしているものか。あのお便りにも出てたけど、私、うんうん、枕、枕、私大事って言うよね。大事、なんか枕違うだけで睡眠の質が全然違うという俗説を信じて、うんうん、どう帰ってみて。めっちゃいいよ。あの、ね、いい、自分枕さんのね、そこそこお高いね枕なんですけど、うんうん、まあメスライオンに取られてますね。やっぱメスライオンちゃん的にも居心地がいいんだね、そこ、うん、なんかあの頭じゃなくてこの肩甲骨あたりまで枕を差し込んでカバーするのがいい、あの多分背中の形とか首の形によって違うと思うんだけど、うんうん、人によってなんかフィットするんだっけ。そうその人によってみたいな、いろいろ形があって選んでくれるんだけど、うんうん、まあ、でもメスライオンが乗ってるせいで私そこまでマジで枕の8分の1の一番隅しか使ってないみたいな感じですけど、でも、うん、ちゃんと眠れるんだ。まあ気分は幸せですね。なるほどね、でもいいね、うん、確かに枕とか、うん、なんか睡眠の質上げるのめっちゃいいって聞いた。なんかマットレスとかもそうだし、そうね、うんうん、お金なんか使うならそう枕非常におすすめです。私いいね、なんか聞いたら私も欲しくなっちゃった。うん、他に行くのか、一緒に体験とかできるよ。え、行きたい。寝てみて。あ、そうなんだ、うん、私ね、でも枕エピソードじゃないけど、うん、あの自分のチャンネル登録者数で10万人いったら、なんか自分に、はいはいはい、なんだろう、ご褒美じゃないけど買ってあげようと思ってて、うんうん、で、まあなかなかちょっとぐらいお高いものを買ったっていいんじゃないかなって思って、ね、私の枕記念だったと思う。確かなんかそうなるよね。で探しに行って、でも何にも欲しいものなさすぎて物欲ないな。そうで、ニトリのに行って枕買ったんだけど3900円くらいの。いや、私は本当にしょうもないなと思う。しょうもなくないよ、欲がないっていう。いや、1日ぐらい本当にずっと探してて、あのなんかご褒美になるものみたいな。そうで、結局ニトリさんの枕、まあすごいいいんだけど。そうだね、ニトリいろいろ優秀だよね。10万人記念で使うぞって思ってたのに、あーっていう記憶は使えなかったなっていう。ご褒美探しに入るところがニトリという時点だけど分かんなかった。難しいよね。でも今いい情報を聞いたからちょっと買ってみたいな。いい、自分枕さん、うん、めっちゃいいよ。いや、よかったよかった。じゃあ2通目お願いします。はい、じゃあ読みます。ラジオネームリフォームさん、リジさん、ルズちゃん、コンデレスター、突然ですがお二人は夢ってよく見ますか？おお、うん、自分の夢だったり人から聞く夢もよくわからなくて面白かったりするものが多いですよね。覚えていたらでいいので、お二人が最近見た夢や昔見て面白かった夢など教えてほしいです。ちなみに私が最近見た夢は、動物の森を久しぶりに起動したら島が荒れ果てて復旧できなくなりゲームオーバーになる夢でした。暑くなってきましたが、お二人とも無理せず体調にはお気をつけて、これからも応援しています。なるほど。いや、相当やってるんだろうね、きっと動物の森。あの動物の森にゲームオーバーの概念ないから。いや、でも夢ってそういうとこあるよね。あるある。何なんだろうね、あれ。よっぽどなんか島の環境が悪くなることを深層心理で怯えてたとかかもしれない、ね、毎日やんなきゃみたいな。そう、このお便りのリフォームさんゲームオーバー枕の話からなんだろう、うん、偶然にも夢の話、あ、そうだね、夢か、うん、ルイちゃんなんか、あ、私ね、うん、結構前、印象的な夢が結構前に見た夢で、多分配信でも話したことあるんじゃないかと思うんだけど、うん、なんかあの佐々木さんっていらっしゃるじゃないですか、うんうん、ライバーさんの先輩に、先輩にね、佐々木さんと私がいて、うん、なんか卵をか孵化させるために温める機械があるんだよ、うんうん、お弁当箱みたいなはめといてね、なんか多分やるところは小学校とかでなんか観察でやったかなと思うんだけど、うんうん、なんかそれを孵化させるために卵を入れてるんだけども一向に帰らなくって、佐々木さんが帰れないよ卵帰れないよってガチ泣きしてて、あの本当に笑えるテンションじゃなくてなんか本当に痛々しい泣き方をしてて、
で私がそれを見て、うん、慰めることもできずにじっとその様を見てって言ったんだけど、なんだろうね、そのでもなんでそんな夢を、わかんないんだけど、起きてすぐハッてなって佐々木さんにっていう夢を見たんだけどって言ったら、うん、なんか夢占い調べてきて、なんか不吉不調なんか悪い未来の予感みたいななんか結果がめっちゃ出てきて、そうなんだ、まあ、結局大丈夫、なんもなかったんですけどね。いや怖い夢だったよ。何が不吉だったんだろうね。泣いてるっていうのかな、それとも卵自体、卵が帰らないとかそういうことじゃないか、多分そう生まれないっていうことかもしれないです。でも私も夢占い結構調べちゃう人かも。あ、そうなんだ、うん、当たるのかな、なんかある。いや当たるかどうかわかんないけど、うん、あと私本当に殺伐とした夢しか見なくて絶対ね、あの見てる映画とかゲームの影響スプラッターです夢の中がスプラッターでも飛びまくる、いろんなものがどうしたらいいの、スパンポーンみたいななんか本当になんだろう、バトルロワイヤルみたいな夢をよく見る。あーでも一回は見たことあると思う、私も本当、うん、そうそう、もうなんか追われるか追うかみたいな、追う方もあるんだ、あるある、ゾンビになって家族食べたことある夢の中でそれ夢占い出る。あでもね、なんか家族とか近しい人を食べちゃったりとか、こう殺害してしまうみたいなやつも意外といいんだって。あの夢あるんだ、そう、占い結果みたいな感じで、うん、そう、再生を意味して新しい出発みたいな感じ で、これから運がよく傾いていくよみたいな。あ、そうなんだ、そう、意外といいみたい。ちょっと私には理解できない世界なんですけど、うん、そうだね、そんな夢しか見ないっていう感じでございます、ね。まあ、でもいい夢なら何よりかもしれない。そうだね、内容的には良い、うん、じゃあもう一つ行こうかな。はい、うん、はい、ペンネームおつぞうさんからいただきました。はい、リセ様、鈴原さん、こんばんは。こんばんは。日頃配信を見ているとコメントでいろいろなネットスラングや独特なコメントが流れてくることがあります。はは、その中でもよくあるてーてーというコメントを、私はありがたい、ありがてー、てーてーと変化したものだと思い込んでいたのですが、はあはあ、最近尊いという意味だと知りましたお二人は配信のコメントやネットスラングで意味を知らなかったものや最近知ったものなどありますか。なんだろう。あ、でもあるよね、なんかネットスラング。私も配信初めててーてー知った。私もてーてー知らなかったな。うん、人のみんなてーてーって、ね、てーてーってなんだろうと思ってた。あの本場ひまわりさんがさ、うんうん、ありがてーてーって言うじゃん。そう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 、だから私もそうだと思ってた。私も多分最初の頃ありがたいの意味だと思ってた気がする、うん、言われてみればね、うんうんうん、尊い、なんかどなたかが尊いを、その悟空が尊いと言ってるみたいなイラストを描いたことから確かてーてー広まったんじゃなかった。そうなんだ。そう、私だから調べた記憶があるの、その時に勘違いだと気づいて。偉いね、調べたの。多分確かね、だからちょっとごめんなさい、不確かかもだけど、そういう発想だった気がする。あ、そうだったんだ。ありがてーてーな。確かにてーてー言いそう。これてーてーそうみたいな。てーてーそう。ピクトロン。ピクトロンみたいなことだと思った。てーてー。てーてーそう。ほら、てーてーすっと。お前がてーてーするんかい。確かにね。あ、そういう意味だったんだ。確かね、確か。今知った。うんうん、由来は。あとなんかあるかな。あとなんかいっぱいあるよね。何々助かるとかさ。あ、それもそうだね。なんかバーチャルライバー始めてから。ね、そうそうそう。なんかあとなんだろうね。でもなんか何かしら思ったことはあるんだけど。てーてー。助かる。うん。あ、あと偉い。あ、あれも一応スラングみたいなものか。え、わかんない。あれコメントでさ、何々できて偉いみたいなのよくない？あるかも。私だけかな。あるかも。なんかでもあれさ、なんだろう、うん。本来なら褒められるべきではないことを何々できて偉いっていうみたいな。そうだよね、多分。とかだよね、なんか、うん。もう最近ではツイートできて偉いだもん。あ、でもそれは褒められることだよね、割と。いや、本当にしなさすぎて私が。あ、なるほどね、確かになんか。うん、いっぱい眠れて偉いみたいな、遅刻してもいっぱい眠れて偉いとか、そういう感じあるよね。あの文化はどこから来てるんだろうっては思ったことある。まあライバーを
甘やかしがちな視聴者の風潮なんだろうね。なるほどね。じゃあこれからは1日5ツイートぐらいを心がけていただくということで、ね、5ツイートきついな5ツイート厳しいの、わかるわかる。はい、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き私たちへのメッセージや相談事など何でもお待ちしております。